ミスマッチインサイドでプレーしていました。インサイドミスマッチになってるんですけどね、曲がるところが、はい、ここ見えてないですよね。石井、石井のスリー来ました。今度はハルーソン動かして石井康介、マカドゥにポストアップ、ダブルチーム気味にみなすが入っていった。ベンドラメナイスカッティング。ベンドラメが今日はスコアラーとして立ち上がりから意識をしています。7対2、渋谷がリードする立ち上がりです。昨日とは全く打って変わっての展開となりました。スティール、ちょっと合いませんでした。これはイージースワン。ベンドラメ、あーっとスティール。そしてここはアウトナンバースミスからギャビン・エドワーズ。ベンドラメにスイッチ、ただしっかり原修太がついていきます。ベンドラメのスリー、きた。スッと入れ替わって原修太、囲まれながらキックアウト。ダンカン、佐藤拓磨へ。佐藤がここは入っていくんで、マカドゥのブロック。さあまた富樫のところからターンオーバーがあって、渋谷のポゼッション、ハイポストでマカドゥ。ベンドラメ3本目来ました。第2クォーター早くもゾーンに入った。広瀬、田渡、森実、ハレルソンとマカドゥ。スミス、オープンでのスリー、ショート。リバウンド、ムーニー、ムーニー。ここもマカドゥ、ハレルソン立ち塞がります。コールを出して、ここは1番ポジションのプレー、森実海斗ステップバックスリー。さあどうだ、来た。森実海斗、まあ、森実がこのクォーターもスリーポイントを複数決めまして、チームをまた勢いに乗せました。川渡へ、ショットクロック残り5秒。川渡、ムーニー、ミスマッチ、フェードアウェイ、バックショット。川渡決め切りました。ハレルソン、関野です。関野と高橋、ここはミスマッチ。石井のカッティング、関野がしっかりと見ていました。いやー、いいピックしてましたよ。石井のナイスカッティング、ここを見ていました関野のアシストです。さあ原、ギャビン・エドワーズ、ムーニーへ、ムーニー。ここもギャビンは落ち着いてオープンのムーニーにアシストを通しました。フリースローラインからのジャッパー、ベンドラメ。まあ、オフェンスの部分はチームを引っ張り続けます。富樫のスリー来ました。さあこれが反撃ののろしになるか、千葉ジェッツ。キャプテンの富樫勇樹のスリーポイントが来ました。高橋と赤穂、高橋が行く、うーシール、もぎ取った大倉、大倉そのままレイアップへ。さあ一気に6点差、千葉ジェッツ。どうですか、一連のここワンポゼッション、ツーポゼッション、富山さん。いや、いいディフェンスしてますよね。はい、はい、マカドゥへ、マカドゥ入っていってバスケットパンチ。よく倒れませんでしたね。ギャビン・エドワーズか、今度は赤穂がもらいます。あと西村、足を滑らせた。赤穂、ムーニーへ、エンドワン。今日はリバウンドで上回る渋谷です。ダブルチーム、マカドゥ、ハレルソン、バスケットパンチ。ダブルチーム受けながら本当に、もう一度ベンドラメのリングアタック、ブロック。ギャビン・エドワーズのブロックショット、今日3つ目。どうする、ギャビン、もっと危ない、危ない。ショットクロック残り5秒。渡辺、ベンドラメのスリー、さあこのパフォーマンスを発揮するには至りませんでした。ここまでです。原へ、あ、スミス、スミス、原、エンドワン。よ、渡辺からスローイン、マカドゥからもう一度受けて、もう一度マカドゥ、マカドゥと渡辺、ナイス2面ゲームからマカドゥの得点です。残り4分、スミス、ギャビン・エドワーズ、オープンだ、来ました。昨日に続いてオープンのスリーポイントは決め続けます、ギャビン・エドワーズ。すり抜けてギャビン・エドワーズ、プットバック、女子ダンカン、ダンカンのプットバック。さあ6点差、ダンカン、ギャビン・エドワーズへ、ギャビンのスリー、さあ今日3本目のスリーポイント、ギャビン・エドワーズ。ギャビンを呼び寄せながら西村、
西村のジャンパー、ロングリバウンド、ムーニー、石井も絡みます。ムーニーリバウンド、マカドゥがキャッチ、そして試合終了。